ゴナーバードのズイーバット山、ズイーバットの杉とズイーバット山。この杉は記録にあるだけでも樹齢千年を超えることが分かっている。村の若い女性が願掛けとしてこの木に紐を結ぶ習慣がある。ズイーバット山はイランの東部ラザビーホラーサーン州ゴナーバード郡ズイーバット村にある山。首都テヘランの 700km 東に位置する。ズイバット山の頂上は 海抜2557メートル周辺部は431メートルである。裾部の広さは5.5キロメートル。ズイーバッド山周辺は、ほとんど植生のない荒野で、周辺の地形は主に丘陵となっており、多くの山や谷がある。近くの最高点は、ズイーバッド山の南東17.7キロメートルの山で、海抜2775メートル。最寄りの町はサヌで、 ズイーバッド山から8 5トル北にある。ズイーバッド山の周辺人口は非常に少なく、1平方キロメートルあたりの住民は5人である。この地域は、冷涼な草原気候に覆われ、年間平均気温は、摂氏17度。最も暖かい月は7月で、気温は、摂氏30度。最も寒いのは1月で、摂氏1度である。 平均年間降水量は2 1 1トルで、最も降水量の多い月は2月の平均5 8ト、mm、ル、最小降水量は7月の1ミリとなっている。別名をティール・マーヒーさんとも言う。一般的にはズイーバッド山と呼ばれ、シャーナーアメの十二の戦いにおいてもズイーバッド山と記述されている。ありがとうございます。